マサヤさんはスマホを取り出して私の顔面に突きつけてきた。見ろ、可愛いだろ。そこに映っていたのはピースしている制服の女の子。私はそれを見て、あっと声を上げた。なぜマサヤさんがこの子の写真を？わけがわからない。頭が混乱する。マサヤさん、その子。声が震える。そして戸惑いつつ、私が言いかけた言葉を遮り、マサヤさんは叫んだ。この子な、俺の娘なんだよ。え？胸の中のモヤモヤに爆弾を落とされた気分だった。信じられない。こんなことってある？頭の思考が追いつかない。今日から娘と同居するから。嫌なら離婚して出てけ。は？この人は自分が何を言ってるか分かっているのだろうか。私はメラメラと湧き立つ怒りを感じながら、マサヤさんに向き合った。離婚でいいけど、大丈夫？だって。そう言いかけたところで、マサヤさんの手の中のスマホが鳴り響く。マサヤさんは私に断りを入れることなく、そのまま電話に出た。電話は娘の到着を知らせるものだった。浮き足立つマサヤさんの背中を睨みつけながら、私はこの後の展開を考えていた。手の中にある事実をどう突きつけてやろうか。今まで散々私を見下してくれた分、倍にしてお返ししてやる。笑って浮かれていられるのも今のうちだ。私は田村美奈子、36歳の専業主婦だ。昨年同僚の紹介で知り合った雅也さんと結婚した。せめて新婚後しばらくは家事に専念して自分を支えてほしい。という雅也さんの希望もあり、私は塾講師の仕事を退職し現在に至る。もともとの仕事が多忙だったので、専業主婦生活は拍子抜けするくらい時間に余裕があった。なんだか雅也さんに申し訳ない気持ちになり、やっぱり子供ができるまで働こうかなと提案したこともあるが、雅也さんはあっさりとこれを否定した。俺は仕事に集中したいの。美奈子が仕事しちゃうと絶対にそのうち家事を手伝えとか言ってくるだろ。それが嫌なんだよ。確かに今は家事は全て私が担っている。だが共働きならこうはいかないだろう。でもあなたにばかり働いてもらってて、なんだか申し訳なくて。マサヤさんはなぜか満足げに笑った。そう、それがいいんだよ。専業主婦だからこそ俺への感謝が生まれる。俺を敬うようになるんだ。共働きだと変に権利を主張してくるからな。やけに熱のこもった言葉ね。まるで今までに共働き家庭を経験したことがあるみたい。それと口には出さなかったが、なんとなく彼の言葉の端々にはトゲがあった。専業主婦を見下しているような感じだ。私がいぶかしげにマサヤさんを見ると、彼はケラケラと笑った。昔元カノと同棲した時にいろいろあってな。なんだよそんな顔で見て、やきもち焼くなって。今は美奈子一筋なんだから。ならいいけど。あ、このハンバーグうまいな。これからもうまい飯で俺を支えてくれよ。わかったわ。幸いマサヤさんの収入はなんとか二人で暮らせるくらいだった。また私は無収入の負い目はあったが、家事自体は嫌いではない。彼がそう言うならば、このまま専業主婦を続けることは苦ではない。何よりこれだけ喜んでもらえるなら、やりがいもあるってものだ。こうして私は専業主婦を続けることになった。だが、それからわずか数ヶ月後、マサヤさんは私に向かって、あの頃と真反対のことを言い放った。そろそろ仕事復帰したらどうだ。え？でもあなたは専業主婦でいてほしいって。突然の手のひら返しに戸惑う私に、マサヤさんはため息をついて言う。あくまでもそれは新婚の間だけだ。
もう美奈子もいい加減慣れただろう。慣れた？何のことかとオウム返しすれば、雅也さんは面倒そうに目を細めた。だから今なら家事と仕事の両立くらいできるだろ。は？まさか私に正社員で働きながら家事も今まで通りにやれっていうの？当たり前だろ。そのためにゆっくり楽させてやっただろう。何よそれ。私も最初の頃はなんてのんびりした生活だと思った。正社員の頃に比べ専業主婦は時間に余裕があったからだ。だが決して楽な生活ではなかった。専業主婦は勤務時間がない代わりに決まった休みがない。家事は毎日のこと、つまり休む暇がないのだ。雅也さんは休日のたびゆっくりと羽を伸ばしていたが、私はむしろ休日こそ雅也さんのためにあれこれと動いていた。食べたいと言われた料理は調べてでも作ったし、部屋も常に綺麗であるようにという彼の希望に応えるように努めた。少しでも手を抜こうものなら専業主婦なのにできないのと嘲笑うように言われてしまうからだ。そのため結婚後、私がゆっくりできたと感じた日なんて一日もなかった。それに私がパートに出たいって言った時、あなたはダメだって言ったのに。ああ、だってパートなんて小遣い稼ぎだろ。そんなんで家事をサボられちゃたまらないからな。あまりの言い分に私は言葉を失い固まってしまった。自分の都合で専業主婦を希望しておきながら、なんてことだろう。これではまるで私が寄生虫のようではないか。とにかく今まで散々養ってやったんだから、そろそろ働いて返してくれよ。当然のように言う雅也さんに、もう私は何も言えなかった。雅也さんの言われる通りにすることに納得はいかなかった。だが今後のことを考えると、自分で収入を得られるようになるのは大事だ。あの様子だといつ生活費は折半でと言われるかわからない。数日後、私は塾講師に復帰した。こんなに早く就職先が見つかるとは思わなかった。結婚前に働いていた塾がたまたま募集していたのだ。おかげさまで運よく職に就くことができた。先生さようなら。はい、さようなら。気をつけてね。久しぶりの仕事は大変だったが、生徒はみんな可愛くやりがいがあった。私が教えているのは中学生だ。高校受験で志望校に受かることを目指して、どの子も頑張っている。もちろん中には親に言われるがまま、しぶしぶ塾に来ている子もいた。そういう子はそもそもやる気がないため、教える側としては非常にやりにくい。授業中のスマホは禁止だって言ってるわよね、原川さん。私は今この塾で一番の問題児と言われている生徒と向き合っていた。原川優里、中学3年生。入塾の際にとにかくいい学校に入れたいと母親からは強い希望があったらしい。だが当の本人といえば、毎回居眠りかスマホの2択。しかもこちらが何度注意しても悪びれることもないから困ったものだった。せっかく来てくれてるんだから一緒に頑張りましょうよね。明るい茶髪の彼女はちらりと私を見ると、バカにしたように鼻で笑っていった。あんたの教え方が悪いんでしょ。興味が出るように工夫して授業しなきゃダメなんじゃないの？それは一理あるわね。でもね、そのためには原川さんにも協力してほしいの。はあ？お金払ってんだから有利はお客様だよ。それなのにお客様に指図するっていうの？私よりも20歳以上年下のはずなのに堂々とした態度だ。正直引っかかる気持ちはあるが、瞬時にこれだけ反論できるのだから頭の回転が早い子なのだと思う。もっと頑張れば成績も上がるだろうに。さすがに本人に欠片もやる気がなければ難しい。こちらが困っていることを楽しむように
原川さんは終始余裕な笑みを浮かべている。やがて彼女は荷物を持って立ち上がった。説教はもう終わり？てかちゃんと来てるんだから十分でしょ。悪いのはそっちの教え方。じゃあね。こっちだって放っておけるものなら放っておきたい。だがそうすると今度は母親からクレームが来るのだ。まいったな。頭を抱えたまま私は帰宅した。帰宅してすぐ目に入るのはソファーでスマホをいじる雅也さんだ。ただいま。声をかけると雅也さんはスマホに視線を落としたまま不満そうな声を漏らした。遅いわ。俺腹ペコペコなんだけど。晩飯まだ？冷蔵庫に入れてるから温めて食べてっていつも言ってるでしょ。仕事で疲れて帰ってるのになんでわざわざ飯の支度をしなきゃいけないんだよ。何のために結婚したのかわからないだろう。私が仕事に復帰してから何度このやり取りをしたかわからない。基本的には私の方が先に帰宅するが、どうしても週に 1,2 度は雅也さんの方が早く帰宅する。雅也さんは料理が作れないというので、待ちきれないなら惣菜を買って帰ることも提案してみたが拒否された。お前が楽したいだけだろ。それでも嫁かよ。ああ新婚時代は頑張ってたのに、ほんの数ヶ月でこんなに変わるものかね。先に変わったのはあなただろう。専業主婦からフルタイムに変わったのだから、本来なら家事も分担すべきだ。それなのにそれを拒否されてはどこかで手を抜くか無理するかどちらかしかない。なぜか雅也さんにとって私が手を抜くことは絶対に許せないらしい。結果私は無理をするしかなかった。朝早くに晩ご飯を作り冷蔵庫に保管し、帰宅後は素早く温め直す。まるで奴隷のようだななんて思いつつ、言い返す気力もない毎日を過ごしていた。それでもなんで離婚しなかったのか自分でもわからない。フルタイムに戻ると決意した時点で心のどこかで離婚を視野に入れていたのだと思う。ただ何のきっかけもなしに思い切ることができなかった。そんなある日、私の背中を押す出来事が起こった。その日雅也さんは泥酔して帰ってきた。ちょっとせめてパジャマに着替えてから。ああ細かいな。そんなんだから俺はお前じゃダメなんだよな。え？あ、もう。スーツのままベッドに倒れ込んでいびきをかく雅也さん。その左手にはスマホが握られている。さすがにこのままってわけにもいかないわよね。ひとまずスマホを避けておこうと雅也さんの手からスマホを取った時だった。ポコンとスマホの画面にメッセージが届いた。何の気なしにそれを見た私は目を見開いた。何これ。今日は楽しかった。今度は久しぶりにお泊まりがいいな。マミという名前からしておそらく女性だろう。メッセージの内容によると、今日はこのマミと一緒に飲んでいたに違いない。お泊まりね。久しぶりということはこれまでにもお泊まりがあったということだ。これだけで判断するのは時期尚早だが、浮気を疑う理由としては十分だ。もし雅也さんが浮気をしていたなら絶対に許せない。その時は慰謝料を請求して離婚してやる。残念ながらスマホにはロックがかかっていたため、その場でそれ以上の証拠を得ることはできなかった。翌日私はすぐに更新所に調査を依頼した。予想以上に費用はかかるし、場合によっては証拠が見つかるかはわからない。そう言われていた。だが数日後、更新所から私の元に連絡が入り、あっさりと証拠が提示された。雅也さんは毎週水曜日、仕事仲間と必ず飲んで帰る。そこを更新所の人が尾行してくれたようだ。最初は雅也さんの言っていた通り
仕事仲間と飲んでいたらしい。浮気相手との密会はその後だった。一人飲み会から早めに離脱した雅也さんは女性と合流、そのままホテルへと入っていったそうだ。あれだけ好き放題して私を奴隷のように扱っていたくせに、まさか浮気までしていたなんて。雅也さんに裏切られていたと分かった瞬間、ショックや悲しみよりもとにかく大きな怒りがふつふつと湧いてきた。絶対に許さない。きっちり慰謝料をもらって離婚してやる。すぐにでも離婚届を突きつけてやりたかったが、全ての準備が整うまで耐えた。その後も更新所に何度か依頼して証拠を得てもらい、私の手元には慰謝料請求と離婚の材料として十分なものが揃った。あとは切り出すタイミングだけ。私は最低限の家事をこなしつつ時期を見計らっていた。最近なんか調子いいよな、美奈子。お互いが仕事休みの朝、朝食を終えて皿洗いをしていると、ふとソファーでくつろいでいた雅也さんが声をかけてきた。そうかな。適当に返すと雅也さんはうんうんとうなずく。ああ、前みたいに惣菜がどうとか言ってこないし、俺に指図することもなくなった。偉いじゃないか。雅也さん本人は褒めてるつもりなのだろう。私の反応をうかがうようにこちらを見ている。もしかして私が喜ぶとでも思っているのか。褒められてる気は少しもしない。指図というのはまさか自分のことは自分でやってほしいと頼んだことだろうか。浮気しておきながらどこまで人をバカにすれば気が済むのか。それともそんなに見下される私が悪いのか。胸の中をモヤモヤが広がっていく。雅也さんはニヤニヤしながら皿洗いをしている私の隣に立った。そんなに頑張れる美奈子なら大丈夫だな。何が？喜べ、家族が増えるんだ。は？皿洗いの手を止めて私は首をかしげた。何のことだか見当がつかない。雅也さんは男のはずだが、妊娠でもしたのだろうか。雅也さんはスマホを取り出して私の顔面に突きつけてきた。見ろ、可愛いだろ。そこに映っていたのはピースしている制服の女の子。私はそれを見てあっと声を上げた。なぜ雅也さんがこの子の写真を？わけがわからない。頭が混乱する。雅也さん、その子。声が震える。そして戸惑いつつ私が言いかけた言葉を遮り、雅也さんは叫んだ。この子な、俺の娘なんだよ。え？胸の中のモヤモヤに爆弾を落とされた気分だった。あまりの衝撃に私は叫び出しそうになり、自分の口元を手で覆った。信じられない、こんなことってある？頭の思考が追いつかない。数秒後、なんとか言葉を絞り出して私は雅也さんにそっと尋ねた。その子が雅也さんの娘？でもあなた結婚歴はなかったわよね。結婚する前、お互いの家族構成などはしっかりと確認したはずだ。その際戸籍の方も見たが、雅也さんに離婚歴はなかったはず。動揺する私に対して雅也さんはなぜか得意げに笑う。ああ、この子の母親とはな、同棲はしてたけど籍は入れなかったんだよ。隠し子ってやつかな。芸能人みたいだろう。どう考えても自慢するようなことではないのに、雅也さんは鼻高々といった様子で私に言った。さらに信じられない発言を続ける。今日から娘と同居するから、嫌なら離婚して出てけ。は？私はポカンと口を開け眉を潜めた。この人は自分が何を言ってるか分かっているのだろうか。いきなり隠し子を披露した挙句、その子と同居宣言。しかもこちらに選択の余地はない。ふざけているにも程がある。
私を完全に舐めているとしか思えない。何より腹立たしいのは、雅也さんは離婚を盾にすれば私が折れると思っていることだ。私はメラメラと湧き立つ怒りを感じながら雅也さんに向き合った。離婚でいいけど大丈夫？だって、そう言いかけたところで雅也さんの手の中のスマホが鳴り響く。雅也さんは私に断りを入れることなくそのまま電話に出た。私はその様子をにらみつけて見守った。ちょうど娘から電話だ。今着いたとこだって。何ですって。怖い顔すんなよ。ほら、一緒に玄関に迎えに行くぞ。どこかウキウキと嬉しそうな雅也さんの後を追って私も玄関へと向かった。ゆうり、よく来たな。待ってたぞ。迷いそうだったよ。もうやっぱりパパに迎えに来てほしかった。なんで来てくれなかったの？ごめんごめん。俺は嫁にユーリのことを紹介してたところだよ。ほら、これが俺の嫁、美奈子だ。雅也さんが私の肩をポンと叩き、体を傾けて私を前に出るように促した。雅也さんと話していた娘と目が合う。先ほどスマホに映っていたまんまの顔だ。その勝ち気と自信に満ち溢れていた顔は、最初は嫌な笑みを浮かべていたが、すぐに目を見開き、あーっと声を上げた。娘は私を指さして、わなわなと震える。あんた、塾の？そう、雅也さんが連れてきた娘は、私の勤める塾の生徒、原川優里だった。青い顔で私を指さす原川さんに、さすがの雅也さんも、何か異変を察したようだ。私と原川さん二人の顔を交互に見ながら、どうしたんだと声をかけてきた。あ、それがこの人。チラチラと私を気にしながら雅也さんに駆け寄る原川さん。私は渾身の気持ちを込めてにっこりと笑い、原川さんの言葉を遮った。驚いたわ。まさか原川さんが雅也さんの娘だったなんて。私が原川さんの名前を出したことに驚いた雅也さんが、えっと口を開けた。美奈子、お前ユーリのこと知っているのか？知ってるも何も、原川さんは私の勤め先の塾の生徒さんよ。ね、原川さん。原川さんは視線を足元へと移し、ええと答えた。なんだよそれ、偶然だな。これはもう運命じゃないか。雅也さんは何も知らずにのんきに笑っている。私たちはひとまずリビングへと移動した。これから長く大事な話をすることになるのだ。玄関の廊下ではとても済ませられない。リビングに入ってすぐ雅也さんはソファーにドカッと身を沈めた。いやー、顔見知りならちょうどよかった。紹介する手間も省けたな。あ、それにこれからは塾に行く必要もない。家で美奈子から直接習えばいいからな。上機嫌でうんうんとうなずく雅也さん。私はそれを聞き流しながら引き出しから数枚の紙を取り出した。私の今後の生活を変えてくれる大事な紙だ。私は雅也さんの座るソファーまでつかつかと歩み寄ると、ずいっとその紙を雅也さんに突きつけた。あ、なんだこれ。離婚届よ。私の分はもう記入してあるから、あとはあなたのところを記入してね。は？雅也さんは大きな声を上げると、私から紙を取り上げるように奪い凝視した。本当に離婚届だ。おい美奈子、なんでこんなものを。あら、あなたが自分で言ったんじゃないの？忘れたの？娘と同居するから嫌なら離婚して出てけって。雅也さんは口をパクパクさせている。それは言ったけど、 あくまで言葉のあやというか、まさか美奈子がこんなものを突きつけてくるなんて思いもしなかったからで。まあ、その自信は一体どこから湧いてくるのかしらね。別に顔や収入が飛び抜けていいわけでもないのに、性格は言うまでもなく。
なんだと？雅也さんの顔がカーッと赤くなる。さっきから何を偉そうなことを。認めない。俺は離婚なんて認めないからな。先に離婚を提案してきたのはあなたなのに、自分の発言を撤回しようっていうの？俺はそんなことは言ってない。俺が言っていた証拠でもあるのか？録音でもしてりゃ別だが、ないだろう。離婚なんて馬鹿げたこと、お互い口にするもんじゃない。息をするように嘘をつく雅也さんに、私の中の怒りがますます燃え広がった。自分勝手にも程がある。発言の撤回どころか、発言そのものをなかったことにするなんてありえない。しかも何より腹立たしいのが、雅也さんはこのとんでもない発言さえ私なら受け入れると思っていることだ。確かに今までの私なら反論する気すら起きずに黙って雅也さんの希望を受け入れていたかもしれない。だが今の私はこれまでとは違う。自分の手で大きな武器を手に入れたのだ。私はその武器となる紙を雅也さんに手渡した。録音はしてないけど、こんなものならあるわ。どうかしら。こんなものって。雅也さんはおぞおずと紙を受け取り、ひゅっと息を飲んだ。なんでこれ、お前、なんでこの写真。あまりの動揺っぷりに笑ってしまいそうになる。雅也さんをここまで動揺させたのは、私が更新所に依頼してもらった浮気相手との写真だった。よく撮れてるでしょ？これなら浮気の証拠としては十分だと思わない？離婚の決め手としても申し分ないわよね。いや、その。雅也さんは右へ左へとせわしなく目を泳がせる。先ほどまで自信に満ち溢れていた顔は、すっかり追い込まれた犯人のようになっていた。他にもたくさんあるのよ。これを集めるのは苦労したわ。ほら、せっかくだから原川さんも見てみて。いや、私は。原川さんは顔を引きつらせて拒否しようとしたが、私が強引に写真を見せると固まった。お母さん。裏返った声で叫び、信じられないとばかりに困惑した表情を見せた。そうね、そこに写っているのは原川真美さん、あなたのお母さん、そして雅也さんの浮気相手ね。原川さんは泣きそうな顔で写真を見つめていたが、きっと私を睨み吐き捨てるように言った。ママを浮気相手なんて言うな。ママとパパは私の両親なんだから、二人で会っててもおかしくないでしょ。これに雅也さんもハッとして便乗する。おおそうだな、俺とマミは有利の親だ。二人で会ってても何もおかしくはない。これだけの証拠を突きつけられて、よくもそんな馬鹿げたことが言えるものだ。あなたとマミさんが夫婦だった証拠はないわ。マミさんは未婚の母だし、あなたには離婚歴はないのよ。それにね、いくら元夫婦だとしても現在の妻に黙って何度もホテルに行くのはおかしいでしょ。雅也さんと原川さんの二人は一瞬ひるんだ。だがまたすぐに吹き返す。証拠は DNA 検査でも何でもすりゃわかるだろう。ホテルは他に会う場所がなかっただけで。ごにょごにょと口ごもる雅也さん。よくもまあ次から次へと口から出まかせを言えるものだ。私との結婚生活の最中もこうやって悪びれることなく嘘をつき続けて私を裏切っていたのだろうか。そう考えると情けないやら腹立たしいやら、せめてもの救いはこれに気づけたことだ。このまま余生を過ごすまで雅也さんと一緒にいたらと思うとゾッとする。まあマミさんにあなたとやり直す気は全くなかったでしょうね。は？なんで美奈子にそんなことがわかるんだよ。だって。私は黙り込んでいる原川さんに視線を送った。その視線は原川さんの視線とぶつかり、彼女は気まずそうに目をそらす。原川さんがね、前に塾で教えてくれたのよ。マミさんには近々結婚予定の男性がいるって。
そしてその結婚資金のために原川さんは自分の父親からお金を引き出してくるって。雅也さんは私と原川さんを交互に見る。いや嘘だよな、ユーリ、マミが再婚、しかも俺から金を奪おうだなんて、そんなひどいことしないよな。それはその、言いにくそうに言葉を濁す原川さん。それを見て察した雅也さんは激高した。本当なのか、マミ、あの野郎、道理でおかしいと思ったんだよ。急に少しだけ有利を預かってくれたなんて、なんだよ、再婚で邪魔になった娘を俺に押し付けてきただけかよ。違う、パパ、ママはそんなこと。何が違うんだよ、何も違わねえだろ。あの女、数ヶ月預かれば高額なお金が手に入るからって、それでお礼するとかでたらめ言いやがって。雅也さんはブツブツと一人で恨み節をつぶやいている。まるで自分は被害者だと信じ込んでいるようだ。悲劇のヒロインごっこもほどほどにしてほしい。それに私はこんな茶番に付き合っている暇はない。マミさんの思惑なんて私にはどうだっていいの。問題はマサヤさんが浮気してた、それだけ。私は離婚と慰謝料を希望します。とりあえず早く離婚届に記入してください。待ってくれよ、美奈子、俺も騙されたんだよ。こんなことになるなんて思いもしなくて。マサヤさんは私にすがるように手を伸ばしてきたが、私はその手を素早く払いのけた。気持ちが悪い、どこまで人を舐めているのか、そんな言い訳が通用するとでも思っているのか。あなたは騙されてなんてないわ。自分で欲に負けてマミさんと浮気したのよ。そして金に目がくらみ原川さんを引き取った、それは事実でしょ。事実だとしてもそれは俺の考えとは違う思惑があって、俺は騙されたんだよ。話にならない、自分のしたことすら認められないなんて、この人はもう手遅れだ。付き合いきれないわ。あとはどうぞ親子三人で話し合ってもらえる？私には全く関係ないし、どうでもいいことだから。離婚届に記入してくれないなら後日弁護士を交えて話し合いましょう。離婚の準備を整えていた私は荷物も必要なものだけまとめていた。キャリーケース一つ分だ。専業主婦時代、月にお金を使わせてもらえなかったためか、私が大事だと思える私物はこんなにも少なかった。キャリーケースを手に取り、車の鍵をつかんで私は玄関へと足を早めた。おい待てよ、美奈子、まだ話は終わってないぞ。このまま俺を見捨てようっていうのかよ。ふらふらと私を追いかけてくる雅也さん、やはりその発言は自己中そのものだ。結局雅也さんはずっと自分のことしか考えていなかった。自分が家事をしたくないからと私に専業主婦になるように言い、お金が惜しくなったからと今度は働きに出ろという。それを黙って聞いていた自分が馬鹿らしい。さっさと彼の本性に気づくべきだったのだ。おい美奈子、とにかくもう少し俺の話を聞けって。俺はまだ言いたいことが。私の方はもう言うべきことは全て言ったわ。あなたへの恨みはありすぎてとても時間が足りないから、全部まとめて凝縮して弁護士さんに相談する。慰謝料で誠意を見せてください。そんな、お前がいなくなったら家事はどうすればいいんだよ。今日から有利もいるんだぞ。それに俺、お前の給料を見込んで車も購入しちゃったんだぞ。その金どこから出せばいいんだよ。この後に及んでまだ失望させてくれるなんて、この人はある意味すごい。家事は自分でやればいい、原川さんと協力すればいいでしょ。それに人のお金を当てにしないで、相談もなく車を買ったあなたの責任でしょ。私に丸投げしないでよ。でもこれまで私は雅也さんに抗議することはあっても、ここまでの気迫で言い返すことはできなかった。だがやってみればなんてことはない。大の大人の男が涙目になって背中を丸めている姿はなんとも滑稽で惨めだった。
そんな雅也さんの奥からおぞおぞと原川さんが顔を出す。田村先生、パパも反省してるし冷静になって考え直してよ。ほら今は興奮してるだけでさ、後から後悔しても遅いし。こびた笑みを浮かべる原川さん。こんな彼女を見たのは初めてだ。自分が置かれている状況が相当やばいと判断したのだろう。母親は結婚予定の恋人に夢中で頼れそうにない。父親は家事が一切できない上に車のローン持ちで慰謝料請求予定。こうなればこびてでも私に残ってもらいたい気持ちになるのもわかる。あなたから先生だなんて初めて呼ばれたわね。いつもスマホを見てばかりで目すら合わせてくれなかったのに。原川さん、これから大変だけど頑張ってね。勉強のことなら塾で相談に乗るわ。あ、でももう必要ないかしら。あなたやる気なかったし、塾の費用って結構高いから。今後の雅也さんは塾の費用すら払えないかもしれない。原川さんの顔が絶望感に満ちる。待って、お願い。それじゃお元気で。引き止める声を振り払って私は自分の車へと乗り込んだ。その後私と雅也さんは離婚した。雅也さんは生まれ変わるから、心を入れ替えるからなどと言って私との復縁を懇願してきたが、そんなこと今さら信じられるわけがない。これ以上ごねるなら浮気の証拠を持ってあなたの職場に乗り込みます。ああ見えて雅也さんは世間体をすごく気にする。浮気して嫁に逃げられたなんて周りに絶対に知られたくないことだ。案の定雅也さんは浮気を受け入れた。慰謝料については最初こそ高すぎると抗議していたが、最後にはしぶしぶ承諾した。離婚後の生活はそれはもう大変なものだったようだ。原川さんも家事は全くできないようで、食事はすべて惣菜やレトルト食品、掃除洗濯はお互いに押し付け合い、部屋はまるでゴミ屋敷。シンクの中は皿であふれてゴミが詰まって水が溜まっていたとか。金は払うから助けてくれないか。そう懇願されたが、誰が好んでそんなところに行くものか。そのお金で業者に依頼してみては。親切に提案だけしてあげた。やはり原川さんは塾を辞めた。真面目に受けていたなら気の毒だが、あの授業態度ではお金の無駄だと思っていたので、これでいいと思う。私は今も塾講師として働いている。素直な生徒、少し問題のある生徒、いろいろな子がいるが、原川さんほどの問題児はいないので、最近は悩むことなく仕事に向かえている。今回分かったのは、子供に問題があるとき、多くの場合は親にも問題があるということ。子と親それぞれと向き合うことのある塾講師としてはいい勉強になった。もしいつか私が再婚して誰かの親になることがあれば、その子が立派な大人になれるよう手助けしたいと思う。少なくともあの親子のようにはなるまい。そう自分で深く誓った。